はい、では安藤選手よろしくお願いします。よろしくお願いします。久しぶりだね。元気してた？元気です。なんとかやってます。どんどん髪の毛が当時より広がってきてるけど。そうですね、なんか最近瞑想しちゃってますね。一応試行錯誤してんだ。試行錯誤もしてないかもしれない。してない。とりあえずは。はい。アキラって今何歳だっけ？今年26になりました。ああ、若いね。まあ、僕とアキラはね、その金沢で出会って、まあ、そこで、まあ、アキラ覚えてなかったかもしれないけど、で合宿で同部屋だったりとかして、アキラはね、ウクレレを弾いてたんですけど、ウクレレ弾いてるよと思って、まあなんかすごく、なんか旗から見るとなんか変わってるねみたいな言われることもあるかもしれないけど、俺別にむしろそういう選手のが好きというか、なんか話しやすいしね、アキラ人懐っこいし、俺はすごくなんかアキラとなんか一緒にプレーできて嬉しかったんだけど、あの時って21歳ぐらい？あの時が21ですね、多分。めちゃくちゃ若いね。それどういう、俺アキラのその幼少期どういう感じでその安藤アキラが出来上がったのかすごく興味深いんだけど、そのどういう感じの流れでプロまで行ったの？そのまずどこで生まれてみたいな、そういうなんか流れから聞きたいんだけど。はい。まあ地元は大分で、うん、で大分のまあ本当田舎のとこ、田舎の臼杵市ってところで、うん、こう育ちましたね。本当全校生徒50人とか。で大分の中でももう田舎というか。そうですね。僕の学年なんて最後4人ぐらいです。その前の小学校。はい。いましたね。すごいね。もうなんか田んぼみたいな感じ、周りは。ああ、そうそう。田んぼっすね。で、もう、学校、小学校行くまでの道に信号一つもなかったです。マジで？はい。そしたらもう夜とか真っ暗みたいな。真っ暗っすね。そんなところで育ったんだ。で、サッカーはいつから始めたの？はい、サッカーは小学校1年生ですね。まあ、それは少年だ。そうです。隣の小学校ぐらいのサッカー部に、サッカー部というか、その少年団に入れてもらったみたいな感じです。ああ、なるほどね。ないのか、その地元、その通ってるところには。はい、そうですね。僕の小学校なかったの。なんかサッカー、なんか好きだったの？親が好きだったとか、なんか、きっかけは？父親が結構サッカー好きで。でも母親はなんか剣道をやらせたかったらしくて。剣道なんだ。はい、全然違うね。もともとなんか水泳はやってたんですよ。うん、うん、うん。でも水泳はなんかちょっとこううまくいかなくて、先生と。うん。で、僕がやめたいって言ったら、うん、サッカー剣道やりなさいってなって、うん、でサッカーの練習参加とりあえず行ったら、うん、なんかちょっと周りよりいけるかもな、うんね、俺いけるかもみたいな。あ、それはアキラの感覚で、ね、親の感覚。あ、僕の感覚もそうですし、なんかその時当時の監督が、うん、なんかいやいいみたいな、多分そんな感じで、へえ、じゃあみたいな感じで入ったと思います。小1だもんね、まだその時で、ね。はい、小1です。そこからじゃあずっと6年間そこでプレーして、で中学は、はい、中学は JFA アカデミー福島っていう JFA がやってるチームに行きました。そっか、中学で、そこで、ってことはじゃあ中学で親元離れたってこと？はい、そうですね。それはどういう流れで、すごいことだと思う。すごいことっていうか結構勇気のいる決断だと思うんだけど、子供にとっても親にとっても。それどういう流れで？小学校6年生の時に、まあ、僕個人的になんかこうナショナル、九州のナショナルトレゼンみたいなのに、はい、選ばれてて、うん、でなんかこう漠然とサッカー選手になりたいって言ってたんですけど、うん、なんか僕のチームもそんな強くなくて、県の県大会1回戦とかで負けちゃうぐらいのチームにいたんですけど、うん、なんかこう、じゃあ個人としてどれだけ全国で個人のレベルはどのぐらいのレベルなのかっていうのを、なんかこう、うん、
確かめに行ってきなさいみたいな感じで。あ、行ってきなさいっていう。はい。で、父親が勝手にアカデミーのその試験に申し込んでたっていう。勝手に。勝手にっていうか、まあ、反強制的に行ってきなさいに。すごいね、それ。だって親だったら普通まだ心配だしさ、いくら外の世界見せるって言ってもね、うん、地元で家で一緒に暮らして、まあ、ちょっと遠く離れた大分だと、うん、トリニータのジュニアユースとか、そういう選択肢もあったと思うんだけど、なんでわざわざそこんなところまで、うん、いや、多分、父親も受かるとは思ってなかったですね、きっと。うん、で、まあ、トントン拍子に行っちゃって、うん、まあ、受かっちゃったから、うん、まあ、せっかく受かったんなら、行ってきなさいみたいな感じだったと思います。それ当時の心境としてはどういう心境だった？やっぱ寂しいとか不安とか、どっちの気持ちだったの？僕はなんかサッカーレベル高いところでできるんだったら全然なんか、まあ何も考えてないかったっていうのはあるんですけど、うん、全然寂しさとかはなくて、うん、どっちかといったら、うん、なんかこうこういう経験じゃないけど、うん、親にいっぱいお金払ってもらって、うん、遠くまで行って、うん、で6年やってもしプロになれなかったら、うん、なんか恥ずかしくて帰れないって思ってたから、それぐらいなんか必死だったっすね、でもなんか親の方が結構当時は寂しかったみたいなことは後から聞くとそういう感じがあったらしい。いや、寂しいよ。中学から子供を離れていくのはいくら修行って言ってもね、そこでじゃあ寮生活みたいなことなの、あれって？そうです、寮生活です。でそれ中学も高校もだっけ？中学も高校その上がったって感じ？そうです、高校も一応そのまま上がって高校もです。6年間か、すごいね。まあ、そこで、じゃあ高校卒業して、で、プロ。そうですね。一応、湘南ベルマーレに、入ったんですけど、うんうん、まあ、1年目からレンタルで、当時 J3 が初めてできた年で、うんうんうん、J3 の福島ユナイテッドっていうチームにレンタルで行きましたね。うんうん、なるほどね。で、そこから2年、3年ぐらいプレイして金沢って感じ？一回湘南戻ったんです。いや、2年やって福島で。うん。で、金沢。で、もう一回金沢。はい、そこから金沢です。なるほどね。そこでまあ一緒にプレイしたわけだけど、そっかそっか。すごい生い立ち、生い立ちっていうか流れでプロだったね。そんな、アキラがなんか、その幼少期っていうか子供の時になんかこれ意識してプレイしてたみたいなことってなんかある？ああ、それって結構あれですか、サッカーの本当サッカー面ってことですか？いや、サッカーどっちでもいいよ。サッカー面でもいいし、プライベートの感じでもいいし。でもサッカー面はもうめちゃくちゃシンプルに止めていけるみたいなところは、うん、なんかこうめちゃくちゃ練習しましたってか求められてた。まあそうだ、当時、まあ、今もそうだと思うけど、ね、福島はね、結構ね、はい、うん、そうですね、それは意識したのと、あと、こう、前にプレイするってことは、めちゃくちゃずっと、自分の中でなんかこう、意識したところですね。前にプレイするっていうのは、バックパスとかじゃなくて、前にボールを運ぶっていう。バックパスをせずに、そう、ターンして、前に、プレイするってことは、結構ずっと意識してた、してましたね。なるほどね。あ、でもそれ、金沢で一緒にプレイした時も、なんかやっぱりそういう印象あるな、アキラは。結構、止めるけど、めっちゃしっかりしてる選手だったし、なんか結構間で受けて積極的に前にボール運ぶ選手だなって思ったかもしれない。やっぱ出てると思うよ、うん。今もそういうプレコアなところが。うん。プライベート面とかも、なんかその幼少期から今の安藤アキラだったの。ちっちゃい時から今の安藤アキラが分かんないですけど、いや、安藤、今の性格的なところとかさ、なんか俺的なアキラの印象は、例えば
なんか自分を持ってるとかね、まあ、よく言われる言葉、うん、よく世間の人が言うような言葉で言うと自分を持ってるとか、うん、なんかこう、まあ、マイペースって言ったらちょっとネガティブな感じだけど、自分のペースでやるとか、世界観を持ってるって感じ、その自分の。そういう、これ褒めてるんだよ、これけなしてないからね。そう、なんかそういうイメージがある、その人に飲まれないとかね、そうそう、流されないとかいう印象があるんだけど、でもかといって、今言ったなんか特徴って全部その とっつきづらい人の特徴だったりするけど、でも普通に喋るし、うん、っていう喋りやすいしって感じだけど、その幼少どういう感じで親に育てられたみたいな、なんか印象に残ってることとか、なんかある、これよく言われてたとか、なんかめちゃくちゃそれは親の影響が強いと思うんですね。なんか例えば、まあ、人と同じことをするより、うん、人と違う方がかっこいいだろみたいなのをずっと言われてたところがあって、それ覚えてるんだね、まあ、すごいねそれ。はい、それは一番親から影響を受けたところですね。なんか例えばランドセル、学校指定のカバンじゃなきゃダメなのみたいな、みんな当たり前に同じカバン持ってるけど、うん、こっちのかっこよくない、これ持ってけっつって、うん、みんなと違うバッグ持たされて、面白いマジ。え、それって当時なんか嫌だった、それとも別に、おお、嫌なのかなみたいな。ずっとそう言われてたから、人と違うことがかっこいいって。うん、まあ、だから、まあ、学校行ってもかっこいいっしょ、みたいな感じで、は言ってたと思うんです。まあ、もともとなんかこう、見た目が外国人っぽいくて、ちっちゃい。まあ、髪の毛もそうだし。だから結構なんかこう、まあ、いじめられてたまではいかないですけど、うん、なんかこう人と違うっていうことに関して結構こう、うんうん、まあ、慣れてたっていうか、あ、なるほどね、ところはあったから、まあ、そういうとこからもあるっす、はい、まあ、見た目もそうだし、そういう親からの言葉であったりって多分根強く残ってて、でも今とかは別にその意識してやってるっていうのはないでしょ、自然になんか違う人と違うことの方がイケてるみたいな方を選んでるんで、自然と。そうかな、でも。まあ、確かに、いや、どうなんですかね。まあでも根本はそこは、そういう感じはあると思いますけど、うん。でもまあ今はだいぶ自然な感じになったのと、まあ、昔よりよりなんかこう、うん、人と違う人のことを認められるようにもなってる、うん、なるほどね、はい、うん、自分がそうであるから、うん、そうそうそう、まあそれは前から僕も大事にしたというか、うん、高校とか中学の時からも、うん、そういうなんか気持ちは大事にしてましたけど、うんうん、でもより自分が人と違うってことを、なんかこう、周りに自信を持ってアピールするってことは、人の違いも認められるようになってこれるんじゃないかなっていうふうには思います。うん、確かに確かに。自分が人と違うことをするってなったらね、やっぱり人の目線とか気になったりもする、ね、する人はするだろうし、うん、まあ、自分人と違くていいのかなって不安だったりする人もいると思うんだよね。でもその中でも人と違うことを選んで、うん、そうなってくるとやっぱ自分の世界観が広がるわけだよね。自分と違うことをしてる、うんうん、人と違うとしてるから、うん、そしたら人のことも、うん、人の違いもやっぱりこう許容範囲が増えるというか、あ、こういう人もいるよね、うん、ああいう人もいるよねって、どんどんなんか自分のそういうこう広がってったってことだよね。うん、でもそれはすごいいいことだね。なるほどね。すげえいい話聞けた。それがあるんだ。だからやっぱり何でも、まあそのやっぱ人生の選択でもそういうのってあったりする？そういう服装とか、ね、今ランドセルとか持ち物のこと言ってたけど、例えば人生のこの右と左で迷った時とかに、多分多くの人が右を選択するときに左行くとか、例えばサッカーで言ったら、そこでチャレンジするとこをチャレンジするとかね、プレーとかじゃなくて、そういう人生のその選択、そういうのもなんかあったりする？そこは別にあんまりない？そうですね。そういう選択はもう結構、まあ、直感っすね。そこはあんまりこう、
うん、そうですね。あんま深く考えたりはしないです。うん、まあでも一つ言うのはなんか、結果自分が幸せな方を選ぶっていうのはあるっすね。うんうん、まあそれも、それの話につながるか分かんないですけど。うん、まあ、例えばサッカーで同じ、例えばミスするでも、うん、自分がこう不幸になるミスと、うん、まだ自分の中で許せるミスってあると思うんですよね。で、どうせだったら、うん、その自分が許せるミスを選択、まあ、ミスを選択っておかしいですけど、うん、するような決断ができるように練習してるって僕は思ってるっす。なるほどね。なるほどね。したら例えば、分かんないですけど、さっきの話で例えばバックパスしてそれが取られたら、それ多分不幸なミスだと思うんだよね。消極的なプレーでのミスだから。でも例えば、そうそう、うん、前を選択して勝負のパス入れた時に取られたとしても自分がトライしたっていう、そこでのミスはポジティブに捉えられるっていう、まあ、そんなイメージかな。ああ、そうっす。まあ、うん、大まかに言うとそうです。大まかに言うと、ああでもそれって大事なことだよね、何でもね、うん、なるほどね。オッケーオッケー。まあそんな幼少期を過ごしたアキラだけど、まあアキラみたいにそのプロサッカー選手っていうのぼんやり今描いてる子もいれば、まあ描けてない子もいるんだけど、やっぱりプロサッカー選手になるためにっていうか、まあいろんな方法があると思うんだけど、なんか例えばアキラが、これ答えないと思ってて、そのプロサッカー選手になるためには何が必要っていうか、何を意識したらいいか、どうですかって聞かれたら、なんて答える？このサッカー選手になるためにはって言われたら。まあ、本当に いろんな要素はあると思うんですよ、ね。うんうん、まあ、技術的なとこもそうだし、うん、まあ、もちろん運もそうだし、うん、まあ、でもなんか僕が思ってるのは、うん、こう、本当に、ありきたりだけど、めちゃくちゃ大事だなって思うのは、本当は諦めないことだと思うんですよ。諦めないっていうか、うん、自分を疑わないことっす、うん。自分は絶対プロになれるっていうのを自分に信じ込ませ続けられるかが、めちゃくちゃ大事だと思います。なるほどね。それはずっとあった？プロになりたいと思ってて、絶対なってやるみたいな気持ちでやってた？学生時代。僕はなんかプロにならなきゃまずいってずっと思ってたから。さっきも言ってたね、親に対してもそうだし、もうプロになれずに実家帰るなんてもう恥ずかしくてできないって思ってやってたタイプだから。すごいね。それ中学生とかの時から思ってるってすごいね。なんか大人びてるみたいな考え。義務じゃないですけど、なんか、自分はなるもんだと思ってたんですよ、ずっと。わかる、でもそれ。なんか、なりたいなとかじゃないよね。うん、もう、なんか、なるって決めてる感じでしょ。そうです。うん、もう、ならない道が見えてないでしょ。そうです。もう、ならないなんて、もう、考えたことない、うん。考えたことない。そう、俺もまさにそう。これ結構多分、共通は人それぞれだと思うんだけど、うん、俺もそういうタイプだった。まあ、信じて疑わなかったよね、自分のことを、ね、はい、うん、でもそれがめちゃくちゃ大事だと思うんです。多分大事だと思う。僕も何回か高校3年生の時に、まあ、結局11月に湘南決まったんですけど、結構遅くて、で当時の監督が今なら大学推薦で入れれるぞって、うん、ちょっと遅くなってるから、うん、大学言われた時もあったんですよ、ね、うんうん、でも、はい、大学勧められたんですよ、プロなかなか決まんないから、うんうん、なるほど。でもその時もなんか何も考えんと、いや大学行かないっすみたいな、うん、でそういう、多分僕もそういうメンタルがあったから、うん、プロになれたんじゃ、ね、ないかなって今思うと思うんで、うんうんうん、なるほどね。それでじゃあもう俺には無理かもしれない大学行こっかなってなってたら、湘南も決まってもいなかった可能性があるってこと。うん、うん、そうだと思います。なるほどね。いや素晴らしい話聞けた、マジで。 OKOK。 そしたら最後に、まあ、プロサッカー選手になりたいね、まあ、子供たち、まあ、今例えば何て言うの、
自分に問いかける感じでもいいよね。自分が子供 の時の安藤明に、今大人の安藤明声かけるとしたらみたいな感じで、今プロサッカー選手になりたいと思ってる子供たちっていっぱいいると思うんだけど、まあ、そういう子供たちに向けてっていうのと、あとその、保護者さん、子供を育てる保護者様に向けて、この両者に向けてちょっと最後、一言もらえたらと思うんで、よろしくお願いします。はい。まあ、子供たちに向けては、まあ、さっきも言いましたけど、まあ、自分を信じて毎日毎日こう練習をすることがとても大事だと思うんで、まあ失敗はめちゃくちゃするし毎日ミスばっかすると思いますけど、まあ、それは長いスパンで見たらただのちっちゃいミスだと思って、まあ、最後まで自分を信じて、ベッセルは必ず、向上していくと思うので、そういう気持ちを大事にやってほしいなと思います、うん、で、親御さんたちはまあ、うん、子供によってそのいろんなアプローチの仕方って多分変わると思いますし、その僕もまだ子供がいるわけじゃないので、分からないことの方が多いですけど、でも僕の親は最後まで僕を信じてくれて、僕が進む道をこう、広げてくれたり、レールをうまく僕の前に敷いてくれて、僕が気持ちよくこうサッカーできる環境を整えてくれたことが今思うとすごくありがたいなと思うので、まあいろいろアプローチの仕方はお子さんによって変わると思いますけど、お子さんのことを信じてあげて、お子さんが気持ちよくサッカーできる環境を整えてもらえたら、きっとお子さんにとっても、お子さんがそれはプロに近づけると思うので、そうしていただけると嬉しいなと思います。OK です。ありがとうございます。そしたら本日の対談は以上になるので、また話しましょう。はい。では、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい。